ボクシング元世界2階級制覇王者のルイス・ネリメキシコが12月26日、東京・有明アリーナで行われる。井上尚弥、大橋とマーロン・タパレスフィリピンによる世界スーパーバンタム級4団体王座統一戦の勝者に挑む意欲を示したことが伝えられている。動画 戦慄の45秒間世界を震撼させた井上直也の圧倒的 KO シーンをチェックネリは今年2月にアザトホバニシャン、アルメニア、7月にフローイランサルダール、フィリピンをそれぞれ TKO で下しており、現在は WBC スーパーバンタム級1位にランクされている。11月に行われた WBC 年次総会において、井上とタパレスによる統一戦勝者への指名挑戦者に決定し、 ベルトを視界に捉えている状況だ。米国ボクシングサイトボクシングシーンドットコムでは現地時間12月10日、日本時間11日、年末のビッグマッチを見据えたネリのコメントを掲載。ルイスネリは、年内に行われるジュニアフェザー、スーパーバンタム、94団体王座統一戦に最も注目している選手の一人だろう、と記し、その上でネリが勝者を待っている。 と語ったと紹介している。トピックの中では、この現に階級制覇王者は、12月26日に東京、有明アリーナで開催されるナオヤ・井上対マーロン・タパレスの4階級制覇戦の勝者と最初に対戦することが確実視されている、としており、2021年のブランドン・フィゲロア戦での黒星を喫した後、現在まで4連勝中であることなども説明している。これまでもネリは、モンスター、 との対戦をを熱望するるコメントを発してきてきいるだが、体重超過となった2018年3月の山中慎介戦以降、現在まで日本国内での無期限活動停止状態だ。それでも、日本人ボクサーとは何かと因縁もあることから、井上戦を望むファンの声も少なくない。果たして、ネリが世界中からの注目を集めるメガマッチの勝者と拳を交える機会は訪れるのだろうか。 そして、問題児の次戦の行方は、すでに多くの人々から関心が寄せられている。